エア・ジョーダンはスポーツ用品メーカーの内記者から発売されているバスケットシューズ。名称中のエアは同社が有するソウル用のエアクッション技術を用いた運動靴シリーズであることを意味し、シリーズ名としてのジョーダンは NBA 選手マイケル・ジョーダンとのコラボレーションであることを意味している。またマイケル・ジョーダンのニックネームがもともとエアであったこととも書けている。略称 アージ。もともと上記の通りバスケットボール用のスニーカーとして発売されたのだが、NBA 及びバスケットボール自体のスポーツとしての人気や、マイケル・ジョーダン本人の人気、ストリートバスケットやストリートファッションの流行、商品が持つ優れた機能性とデザインなど、様々な要因によって、バスケットボールの選手であるか否かに関わらず、ヒット商品となった。 1984年11月17日の発売開始以降、エアジョーダンはシリーズ化され、デザイン変更や機能強化といったモデルチェンジを繰り返しながら20年以上にわたって開発、販売が続けられている。一方でその人気から、1990年代初め頃からシューズをめぐっての強奪や、障害事件、営利目的の悪質な転売行為などの問題も、 発生している。1999年以降、現行モデルと並行して、以前のモデルをランダムに復刻して発売しており、オリジナル発売当時にはなかった配色や、素材のバリエーションを増やしている。1988年に発表された、エアジョーダン3以降、1作目と2作目で、採用されていた、通称、ウィングロゴに代わるアイコンとして、 足を大きく広げワンハンドダンクをするジョーダンのシルエットがデザインされるようになった。ジャンプマンと呼ばれるそのマークはジョーダン本人を撮影した反則用ポスターがモチーフとなっており商品のイメージを消費者に強烈に印象付けることに成功した。ナイキはシューズと同時に展開されるアパレルにもジャンプマンを配し、ジョーダン本人の世界的人気とともにジャンプマンは バスケットボール自体を象徴するものへと成長していった。エアジョーダンのヒット以降各メーカーから契約するスター選手の名前やニックネームを冠したいわゆるシグネチャーシューズが多数発売され同様のマークがデザインされたがジャンプマンほどの浸透には至っていない。エアジョーダン1984年10月15日発売ハイカットとローカットの2種類がありデザインは 当時同時期に発売されていたダンクやビッグナイキ等のたモデルと非常に近い衣装を持つ。くるぶしの部分にバスケットボールと翼を組み合わせたウィングロゴを持つが、前述の通り、ウィングロゴはアージさん以降姿を消し、ジャンプマンがあしらわれることになる。ジョーダンの所属チームであったシカゴブルズのチームカラーをあしらったモデルが当時の NBA の規定に違反していたものの、 ナイキが罰金を肩代わりして弱用を続けていたことがエピソードとして知られている。1994年と2001年以降定期的に復刻されており、今もなおバリエーションを増やしているモデルであるが、ほぼ忠実にオリジナルを再現した1994年モデルに比べ2001年モデル以降はディテールの違いが散見される。強度の高さと優れた。 衝撃吸収性を持つエアジョーダンはバスケットコートを飛び出しスケートボードをする際にも測れるようになった。スケートボードとの関わりが後にストリートファッションとの関係性を高めることとなる。日本での定価は1985年当時ハイカットが17,800円ローカットが16,400円だった。1987年発売オリジナルは シリーズ唯一のイタリア製。また、ハイカットとローカットが発売されたものの、オリジナル発売時には、カラーバリエーションが2色のみとアージ1に比べ極端に少なく、黒ベースのモデルは発売されなかったこともシリーズで唯一である。ナイキ製のシューズによく見られる、アッパーサイドのスッシュマークが、このモデル以降エアジョーダンからは姿を消し、ナイキのロゴのみとなる。 復刻の度に話題になる一桁台のモデルにおいて日本ではあまり人気がない。1988年発売ミッドカットのみの展開。前日の通り初めて終端部分にジャンプマンロコが採用された。前年に発売されたランニングシューズエアマックスの影響を受けてヒール部分に搭載されたエアがミッドソールから露出したのが特徴。このビジブルエアとともに 映画監督であるスパイクリーとのコラボレーションした CM がアージ6まで続くことになる。1994年にシリーズ初の復刻モデルとしてリリースされたエアジョーダン41989年発売ミッドカットのみの展開。タン部にジャンプマンと共にフライトのロゴが入るが、これはアージ2 3の販売不振から同年に展開されたガードプレイヤー向けシューズ。 エアフライトのシリーズにアージを組み込むことが検討されたためである。実際にソウルはエアフライトと共通。シューズの補強や軽量化、サポート力向上のため、プラスチックやメッシュなどの異素材を目に見える形で積極的に採用した。これによりアージ4は先進的なシューズとして受け入れられ、再びアージは単独のシリーズとして歩むことになる。 1999年にレトロモデルのシリーズ第一弾としてリリースされた。エアジョーダン5990年発売。ハイカットとミッドカットのさらに中間である3、4カットを採用し、その後のシリーズの標準的なシルエットとなる。アッパーサイドにクリアラバーのメッシュ、集端部に反射素材を採用し、近未来的なデザインでシリーズの人気を確立した。また、 シリーズで初めてアウトソールにもジャンプ漫画デザインされるとともにクリアラバーを採用しアウトソールが機能性だけでなくデザインの一部として扱われるようになったアメリカ本国ではこのモデルをめぐってあまりに加熱し殺人事件に発展皮肉にもそれが世界中にアージブームの拍車をかける2006年の復刻時に女性用モデルにローカットが追加された 1991年発売、ジョーダンの初優勝を支えた一足。機能的には特筆する要素はないものの、つま先の補強を返すなど、ジョーダン本人の素足に近い感覚のシューズが欲しいという意見を積極的に取り入れている。また、漫画、スラムダンクで、主人公の桜木花道が最初に着用したバスケットシューズとして取り上げられ、この頃から日本でも一般的に、 アージシリーズに注目が集まり始めた。翌1992年公開の映画、バットマンリターンズでは、バットマンのブーツのベースとなったことでも知られている。2002年の復刻時にローカットが追加された。エアジョーダン7バルセロナオリンピックモデル1992年発売。前年に発売されたランニングシューズエアハラチからフィードバックされた。 伸縮素材によるインナーブーツシステムダイナミックフィットを採用。足とシューズの一体感を高めることに成功している。アージ3から6まで続いたエアバッグのビジブル化が廃止され、再びミッドソール内に密封された。同様にスパイクリーによるプロモーションも終了し、代わりに人気キャラクターであるバックスワニーラ、ルーニー・トゥーンズとのコラボレーションが行われ、 シューズのデザインや色使いもソウルに至るまでポップなものとなった。また、それまで本人着用モデルなどごく一部に限られていた背番号23のナンバリングがすべてのカラーでヒールに付けられ、それに伴いアッパー表面からナイキのロゴが完全に姿を消し、インソールにプリントされるのみとなった。同年にはバルセロナオリンピックにてアメリカ代表として出場し、 アメリカ代表のユニフォームに合わせたオリンピックモデルが発売され、話題を呼んだ。2004年にはアテネオリンピックに合わせてオリンピックモデルが復刻され、ジョーダンブランド契約選手であるカーメル・アンソニーが着用した。ファット、ロー、SB などの足を除いたオリジナルの中では最もカラーバリエーションが多い。1993年発売。 前年に発売されたアウトドア用バスケットシューズ、エア、レードの影響から、つま先からくるぶしにかけて、X 字に伸びる、サポートクロスストラップを採用。合わせてアージ7から、ダイナミックフィットを継承し、さらなるフィット感の向上を目指したが、着脱性は劣悪で、冗談本人も、練習時にはアージ7等、別のシューズを履いていた。オリジナルは、アージ2に次いで、 カラーバリエーションが少なく3色のみの展開だった。2003年の復刻時にローカットが追加された。エアジョーダン9993年秋発売。ダイナミックフィットは引き続き採用されたものの、前作とは正反対のアウトドアブーツを思わせるシンプルなデザインを採用した。このモデル以降、アージシリーズは過剰とも言える、機能的なデザインよりも、 シンプルで落ち着いたデザインにシフトしていく。ソウルに、スポーツ、世界と日本語で刻印されていることでも有名。ジョーダン自身は、同年に最初の引退を発表したため、NBA の試合で着用することはなかったが、翌年の MLB 挑戦時にはソウルを野球用スパイクに変更して着用した。また、ラトレルスプリーウェルや、ケンドールギルなど、 ジョーダン以外の NBA 選手が自身のチームカラーのアージ9を着用し始めたことでも注目された。これらの特別仕様のエアジョーダンは一般の市場では流通せず、ジョーダン本人が100カラーよりも希少なものになるという珍現象が起こった。このモデルよりジョーダンの母校のノースカロライナ大学のチームカラーである水色をあしらったモデルが発売され、 シカゴブルーズカラーの赤や黒とともにシリーズの定番カラーとなる。2002年の復刻時にローカットが追加された。1994年発売。ジョーダン自身の NBA からの引退とシリーズ10作目ということで記念モデル的な要素が強い。ソウルには10本のストライプで NBA 時代のジョーダンの以下の記録が刻まれている。94年のビヨンドの言葉通り、ジョーダンは 翌1995年に NBA へ現役復帰。復帰を歓迎するチームメイトのスコッティ・ピッペンと共に未発売だったシカゴブルズカラーのアージ10を着用してコートに立ち話題を呼んだ。同カラーは以下のチームで着用していた選手使用カラーと合わせて各都市限定で発売された。初期カラーの白のみ、つま先に補強がある。 エアジョーダン11,995年秋発売。フォーマルシューズのようなシンプルなシューズが欲しいというジョーダンのリクエストから、それまでレザーが一般的だったバスケットシューズのアッパーにエナメルレザーとナイロンメッシュを採用。ソール全体をクリアラバーとするなど、斬新なデザインはストリートでも高い支持を受け、同時期に発売されたランニングシューズエアマックス95とともに、 日本でのスニーカーブームを牽引する一足となった。毎年オールスターの時期にお披露目されるのが恒例だったアージシリーズだったがアージ11は95年のプレイオフで登場し話題を呼んだ。当初デビューしたアージ11は白のナイロンメッシュに黒のエナメルレザーの配色でプレイオフでは黒ベースのシューズで統一していたチームの規定に反していたことから リーグの罰金の対象となった。急遽ナイキはジョーダンの主演映画スペースジャムで使用予定だった黒ベースに青のアクセントが入ったアージ11を支給した。後にそのまま映画の作品名を取ってスペースジャムと呼称されるこのカラーは精悍なカラーリングからファンの注目を浴びたがオリジナル発売時にはリリースされず2000年に アージ11が復刻した際に初めて発売された。この95年のプレイオフでジョーダンが着用したアージ11のみ、かかとに45のナンバリングが施されていたが、すでにジョーダン自身は背番号を23番に戻した後だったため、製品発売時には23に変更された。翌96年にはアージ2以来9年ぶりにローカットがリリースされた。 一般に市販されたローカットはアッパーのデザインをハイカットから大きく変更したもので通常のレザーを採用しメッシュを多用したものだった。またジョーダンは製品版のローカットとは別にハイカットのデザインをそのままローカットにした特別モデルを着用したこともありこちらも2001年に復刻した際に初めて市販された。 2011年12月23日に発売された復刻モデルエアジョーダン11レトロコンコルドは発売日に購入希望者が殺到し北米一部店舗で店舗破壊や発砲大規模な喧嘩等逮捕者まで生する暴動寸前の騒動となった1996年秋発売一枚側のアッパーに朝日旗をイメージしたという中足部から放射状に 伸びるステッチ、そして外、内足側で非対称につま先から中足部にかけて伸びる補強のみのシンプルなデザインが特徴。1995年にナイキが発売した長軽量シューズ LWP シリーズから採用された薄く反発性の高いエアユニットであるズームエアを採用。上段が求める素足感覚に近づけるポイントとして その後のシリーズの標準的なエアユニットとなる。そのストイックなデザインはストリートでのヒットには恵まれなかったものの、本来のバスケットシューズとしての用途として、チャールズ・バークレイやロン・ハーパー等多くのプレイヤーが着用した。オールスターで新作のお披露目されることが多かったアージシリーズだが、このモデルと自作のアージ13は、レギュラーシーズン開幕に合わせて発表された。 2004年の復刻時にローカットが発売された。1997年発売。黒表をイメージしたという曲線を多用したアッパーと、その肉球を思わせるソウルのデザインが特徴。翌98年にジョーダンが2度目の引退をしたため、事実上、ブルーズ時代の最後のシーズンに着用したシューズとなったが、6度目の優勝を手にした1998年の プレイオフファイナルの第6戦では自作のアージ14を着用した。1998年にはローカットが発売され、ジョーダンもプレイオフ中に着用する場面も見られたが、その際に着用したカラーは2011年現在においても発売されていない。1998年発売。上記の通りシカゴブルズ時代のジョーダンが最後に着用したシューズ。 ジョーダンの当時の愛車であるフェラーリ550マラネロをモチーフとしエンブレムを模したジャンプマンのロゴやラジエーター状の補強プレートなどスポーツカーをイメージした衣装が特徴。それまでのシリーズに比べローカットに近いデザインだったが翌年にはさらにカットを低くした正式なローカットが発売された。 日本ではエアジョーダンの人気が非常に高く海外限定品の並行輸入を中心とした複数のネットショップが展開されている。現在の若者たちは少年ジャンプに連載されたスラムダンクの影響が強いがそれまでの日本のバスケット人気はジョーダンによる影響が大きく現役を退いた30歳代や40歳代のバスケ経験者たちは今でも 上段へのこだわりを強く持っている。競技バスケだけでなく、ストリートでもジョーダンは人気が高く、ジャンプマンのロゴが街中でよく見られる。ジョーダンの引退から数年経った今でも、ジャンプマンの付加価値は高く、多くの海外限定アイテムが、プレミアム価格で日本へ入ってきている。1994年から1995年に、エアジョーダン1から3は復刻された。 本格的に復刻が始まったのは1999年から。オリジナル発売当時のモデルに対して、復刻モデルはレトロと故障。オリジナルにはなかったカラーリングや、ディテールの変更があったモデルは、レトロプラスと呼ばれていた。しかし、ジョーダンブランドの定着に伴い、近年リリースされたほとんどの復刻モデルで、ナイキロゴがジャンプマンや、 冗談ロゴに差し替えられているため、その定義は曖昧になっており、あまりレトロプラスの故障はされていない。ジミー、バトラープロダクト優勢ーージ、リリーブド25セプテンバー2015、ナイキはこれを逆手に取り、NBA は冗談にシューズの着用を禁止したが、君たちが履くことは禁止できないという CM を流した。オリジナルにはないジャンプマンロゴの追加。 シューレースホールの減少によるミッドカット化、オリジナル当時以外の素材を使用するなど、2004年の復刻時に初めて発売。その他のメンバーも各契約メーカーから同様のモデルが発売されたため、アージ7のみが特別というわけではない。一部カラーでは通常のレザーを使用。黒ベースのアージ11が届くまで、ジョーダンは対戦相手だった。 オーランドマジックのアンファニー・ハーダウェイのシグニチャーモデルで、ある、エアフライト1を着用し話題となった。エアジョーダン復刻版発売で、暴動を逮捕者も出た。スポーツ報知2011年12月25日、作中の人気キャラだった桜木花道が、アージ6、AJ1 を、ルカワ・カエデが、アージ5を履いていた。ありがとうございます。